Zomia was a natural fit for Mr. Scott Squint. Zomia はスコットのスクイント、チラッと見ること、覗き見ることに対するして、対して、自然に調和していた。He made a case that over centuries, the lifestyles and social structures of the region residents had been shaped by evading the power of the state, whether Chinese, Burmese or Thai, which hemmed them in. これは？はい。彼は、だからスコットはですよね。スコットは、made the case、case。事例だね。事例。事例ね。ああ、ごめんなさい。事例を作った。というのは、つまり、数世紀にわたり、あ、まあ、そうですよね。数世紀にわたり、ライフスタイルと、社会の構造、まあ、その地域の、抵抗者、抵抗者のライフスタイルと地域。地域の何つった？地域の、あ、住人です。そうそうそう。そう。地域の住人。はい。その地域の住人の、生活スタイルや、社会構造は、形作られた by evading the power of、by 国家の、国家権力を避けることによって形作られた。うん、そうそうそう。で、whether Chinese、中国、バーメスっていうの、あ、ブルマですね。うん、ビルマ、そうです、ね、ビルマ。はい。What I、which、取り囲まれる。はい、を取り囲んだところです、ね、はい、はい、their subsistence relied on escape crops which grew quickly, were tolerant of poor soil and did not require consistent labor. Sustenance ってよく出てくる言葉で、あの生命維持ってことは生活に必要な食料のことですね。はい、では生活中心、サステナンス。エスケープクロップっていうのはね、これあの知らなかったんですけど、野生化したあのなんてクロップ、穀物ですね、エスケープ。あー、はい、知らなかったです。はびこりとか野生化って意味があるんです。に頼っていた。Which grew quickly、それはあのすぐに育つ。それはwere tolerant of poor soil and did not require consistent labor. 脆弱な土壌に耐え、そして、継続した労働力を必要としなかったということですね。まだこれだけ読んでても、なんかこのゾミアなイメージができないんですけど、これはあれですか？ゾミアってさ、あそこ、あの、一緒で、あの、あの大麻の生産地でさ、ミャンマーの奥地で、ミャンマーの奥地半分ぐらいミャンマーの政府が管理してないよね、あそこら辺は。あの中国の、あの雲南省の南、三角地帯と言われる。ああ、そうそうそう。もう一つあってね、あのアフガニスタンの北ね、あ、北、うん、これもね、あの山岳地帯で人が入っていけない。今ここのゾーミアっていう地域はね